さあ解説していきましょう。何やらねちょっと複雑そうに見えますよね。三角形 ABC っていうのが二等辺三角形になっていると。でこの角 ABC を半分にするような直線いくと角の二等分線と呼ばれてるやつですね。こういう直線をミューンっていう風に引いていきますよと。でこの BC もニューンと延長してここがね60度になるようにまた直線ニューンって引いてここにあーっていう角度を作ると、この角度あを求めてくださいっていう問題なわけですね。これね考え方いっぱいあるんだよね。いろんな考え方ができるのかなと思うんですけど、まずはね情報を集めていきましょう。忘れないうちに AB と AC の長さが等しいっていう情報があるわけですから、ここの角度とここの角度が同じになるなと、そういうふうに考えていくとさ、ここ今丸印がね2個ついてますので、まあ、ここにも丸印2個つけときましょうと。こういうことがわかるわけですね。さあ、あの角度にどんどん近づけていきたいんですけど、まあこれによってね、まあ対頂角と呼ばれているここの角度も等しくなったってことはわかったわけですね。あとどういうふうに求めていこうかね。この60度まだ使ってないですね。なので60度うまく使っていくならば、あ、そうだなと。ここの黒丸一つ分の角度っていうのを求めて、こう一つ部分の角度を求めてしまえば、60度とこの一つ部分の角度で、このね、外角の定理が使えて、ここの角度出せるなと。これをうまく使っていけばね、出せるんじゃないのかなっていうふうになるわけですね。っていうふうに考えついていくと、例えばですけど、こういうふうな図形も、ひょっとしたら見つかるかもしれないですね。あ、こんなところに、ブーメランがいるなと。ブーメラン四角形がいるなとかね、こういうのにも気づくのかなと思います。他にはね、他の解法は最後に紹介しようかなとかっていうのに気づくので、例えばこれで解いていくならばどうなるのかっていうと、まあね、180度から80度を引くと、100度っていうふうになるんだけど、これが何かっていうと、ポチ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 って4つ黒丸を集めた角度っていうのがこの100度になってるわけじゃないですか。だからポチ1つ分はって言われたら100度を4で割ればいいので25度になるわけですね。まあ、なのでここ1個分の角度は25度っていうふうに分かっちゃうよと。まあ、ちなみにですけれども、ここが50度っていうふうに分かるので、引き算すればここは130度ってことも分かると。ですから60度と25度とあを足したら130度になるよねっていうふうに考えていて、あを出すっていうのが、まあこのブーメランに気づいたならばできる解き方なのかなと思います。つまり130度から60度と25度を引き算すればいいわけですよね。はい、そうすると70度から25度引くことになるので45度ですか、45度っていうふうに刃が出てくるのかなと思います。でまあ他の解き方としては、まあ、僕は他にもまあこういう解き方が好きかなと思うんだけど、せっかくねここの60度とあっていうのが一つの三角形の中にいるので、この三角形に注目して外角の定理を使っていくと、そうするとここの角度が60度足すあになるわけじゃない。同じ理屈で考えていくと、これも青でいいのかな、ここの角度を見ていけばさ、80度とこのポチマーク1個分でここの角度になるわけじゃないですか。ちなみに25度って出してるのでここ105度って分かるわけですよね。ということは60度と青を足して105度ってやって、青45度っていうふうに出すのも OK なのかなと思います。まあ、ぶっちゃけねブーメランってそんなに簡単にポンって見つからなかったりとかすると思うので、うまくね三角形を使って外角の定理を移していくといいのかなと思います。まあ、そうやってもねブーメランもね所詮は、外角の定理を使って角度を移していくだけなので、本質としてはね同じことをやってるわけなんだけれども、まあ、いずれにせよね、まずはこのポチマークの角度ってどうなるのかなっていうのを見つけていけば、うまいこと処理ができたんじゃないのかなと思います。